皆さんこんにちは、いつです。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら松山選手ピックアップしていこうというふうに思います。はい、というわけでですね、松山選手 TS 第3弾で登場していたんですけど、広島純正ですね獲得してきたので今回ピックアップしていこうかなというところです。でも本当に獲得迷ったんですけど、ヤクルト純正がね LEK で引けたっていうところでここを獲得しに行けましたねっていう形です。それでは早速能力見ていきましょう。弾道高弾道ミート80パワー75走力63っていうところですね。でも守備的性見ていくとメインがレフトの58っていうところですかね。ただちょっと怖いなっていうところですけどね。まあ他にもいろいろ守れますけど、まあ基本的にもしつかせるのであればレフトかなというところですね。まあ補給が29、スローイング32、肩が72っていうところで、ちょっとここも低いのかなというところですかね。まあ基本的に使うなら DH 代だっていうところにはなるんじゃないかなというふうに思います。で、特殊能力がチャンス20丸プルヒッター満塁男というところで、まあここはね、しっかり能力上げてくれるので、打撃っていうところの期待値はですね、かなり高いのかなというところですね。というところで、本日はピックアップしていいところ見せれたらなというふうに思います。それでは早速ランクスいきましょう。どうぞ。はい、では1試合目ですねやっていきましょう。藤波さんというところあって一番来てほしくないですねマジで。さあなんとか打っていきましょう。マイナス1じゃないですかね。あれ、違うんか。ギリマイナス1じゃないですねというところでなんとか打っていきましょう。遅いか。さあよし。いやシングルか。まあまあ今日は2番で連れてきてますね。いやでもまあマイナス1なんでなんとか打っていきたい。おうわ超えてくれる。危ねえ。いや今のちょっと怪しかったですけどね守備。まあまあまあ、でまあ松山選手ね迷ったっていうところがですね、本当に広島外野強い選手が多くて、守備も良くて打撃もいいっていうね選手がめちゃくちゃ多いので、まあ確実に入ってくるところはないですよね、このスタメンでその守らせるっていうところではね。なんですけどまあ DH とか代打で使えるのかなというところで今回はね獲得しましたね。まあ A ランクもね割とあったのでゴールドマットを今回獲得したっていう形ですね。というところでまあもう一打席回していきたいんですけど、まあ特殊能力が、チャンスプルヒか。なんでまあしっかり能力上げてくれますね。そこは本当に強いのかなと。プラス高弾道というところで、まあ、割と高弾道はねホームラン出るなっていうイメージですね個人的には。ヒットっていうよりかはね、打撃の期待値はかなり高いのかなっていうところなので、はいはいはい、まあその辺見ていけたらなというところですね。今日はねちょっと守備に使わせてないので DH で連れてきたので、まあ守備はスキップしましょう。はい、では2打席目回していきましょう。なんとかね満塁の場面でもね今日見せたいとは思ってるんですけど、ちょっとねさすがにどうかな、難しいかもしれないですね。うまいな。よし、あぶねー、イチローさんかな。よし、まあまあまあ、お、いいね、チャンスプルヒ。まあこれがね基本的な最大値かな。満塁とかは本当にいってないので。うわ惜しい。いやー惜しいな。おお、マジ。うわー本当に使用感良かったんですよね。いやーでっけー、強いっすね。あそこ引っ張ってもらったらね本当にホームラン行くとは思うのって強いっすねマジで。いい。次の試合行きましょう。なんじゃそりゃびっくりしたわちょっと。さあ2試合目ですねというところって、ちょっと得の、まあそっかチャンスだからか、まあまあ得の出なくても打てるっていうところを見せてあげたいなっていうところですね。シンカーはねちゃんと叩いたら飛んでいくのって なんとか打ってあげたい。ああまあ次行きましょう。はい、では3試合目ですね。なんとか打ちたい。続いてはスプリット2種ですね。なんとか打っていきましょう。はいはいはい、全部シングルだな。ちょっと3番に置いてきた方が良かったかもしれないですね。
マジで出ねえな。このが。もうシンカーは嫌だ。ボールか。ストライクやったらパチコンやったっすけどね。うわ、はい、もうなんかもう変なとこばっか。おっとね。おっ。とかね。ちょっとね。これは多いかもしれない、外野フライはね。パワー不足はね、特能出なかったら感じるかもしれないっすね。あんや。まあ2打席目、なんとか回しましょう。行くめっちゃ飛ぶやん、高弾道なんすよ。はい、いたわ。は?60% どこ行ったマジ。まあいや、上がんなかったっすね。もうちょっと上がってもいいかなというところですけど、ではちょっと次は満塁の場面で見せていきたいなというふうには思います。はい、ではちょっと満塁になって負けてるんですけど、うわ相手めっちゃ得の出たな。まあいいでしょう。はい、マジ全く意味なかったですけどね。まあ一応満塁男、打つ大変だったよ意外と。前田さんに代打出してますしね。まあもういいでしょう、エンディングいきます。ここでカープ守備を変えてきました。カープリードで引っ張った、サード取った、アウト、ワンアウト、ツーアウト、ランナーありません。この回の外小馬2球で引っ張った、松山さん、オプレーオプレー今の一番だわ。はい、ではどうでしたかね。ちょっとね、満塁では打てなかったんですけど、まあ最後のいい守備が見れたんでよかったのかなというところで、本日はこの辺で終わろうかなというところです。まあホームランもね1本見せれたので、まあ満塁の場面とかやとよりね、あれは打ちやすくなると思うので、ちょっとね適当になっちゃいましたね。絶対打つべき球じゃなかったなという感じですけど、まあまた満塁の時とかに出していけたらなというところで、まあ普通に代打でも出ると思いますし、またその辺見ていただくといいんじゃないかなというところです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。では、伊豆でした。